アウトを宣告する審判員野球でアウトとは攻撃側プレイヤーが規則によりプレーから除かれることである。守備側チームが攻守を交代して攻撃側チームとなるためには攻撃側チームから3個のアウトを取らなければならない。アウトを記録することによってイニングを消化していくことになるため試合進行の上での重要な要素でもある。アウトが一つ記録されると アウトの形態に関わらずその時登板している投手に、投球回1、3が記録される。打者は、走者となり一塁へ、走者はなるべく次の塁を狙って走塁するのが一つの目的であるから、アウトとは、その攻撃側の打撃や走塁におけるミスや、反則行為に対する一種のペナルティと考えることができる。ただし、アウトが記録されなければ、いつまでも攻撃が完了せず、 イニングも進行しないため、試合を成立させる上では、ある程度のアウトを取られなければならない。そのため、右転などで試合がノーゲームになりそうな場合に、リードしているチームはわざとアウトを取られに行くことがある。審判員がアウトを宣告する際には、右手の拳を突き上げるジェスチャーとともに、アウトあるいはヒズアウトとコールする。アウトのタイミとしては一般に政府が考えられるが、 政府とは判定に際してアウトではないという意味に過ぎない。テレビ中継や野球場内のスコアボードのボールカウントにおいてはアウトの頭文字よりオーと表示される。スコアボードでは赤色のランプで示されることが多いが、そのように規則で定められているわけではない。次の場合、打者はアウトになる。飛球が野手に正規に捉えられた場合、 第3ストライクと宣告された投球を保守が正規に補給した場合、無視、または一死で一塁に走者があるとき、第3ストライクが宣告された場合、2ストライク後の投球をバンしてファウルボールになった場合、インフィールドフライが宣告された場合、2ストライク後、打者が打ったが投球がバットに触れないで打者の体に触れた場合、野手に触れていない、 フェアボールが打者走者に触れた場合。打者が打つか、バントしたフェアの打球に、フェア地域内で、バットが再び当たった場合。打者が打つか、バントした後、一塁に走るに当たって、ファウルボールの進路を、どんな方法であろうとも恋に狂わせた場合。打者が、第三ストライクの宣告を受けた後、または、フェアボールを打った後、一塁に触れる前に、その体、 または一塁に食玉された場合。一塁に対する守備が行われているとき、本塁一塁間の後半を走るに際して、打者がスリーフットラインの外側、またはファウルラインの内側を走って、一塁への送球を捉えようとする野手の動作を妨げたと審判員が認めた場合。無視、または一死で、走者一,塁,一塁、一二塁、一点三塁、または一点二、 三塁の時、内野手が、フェアの飛球、またはライナーを故意に落とした場合。野手があるプレーを成し遂げるために、送球を捉えようとしているか、または送球しようとしているのを前くらいの走者が、故意に妨害したと審判員が認めた場合。二死、ツーストライク後本島を企てた三塁走者が、打者への正規の投球にストライクゾーンで触れた場合。次の場合、走者はアウトになる。 走者が野手の触れ玉を避けて、走路から3フィート以上離れて走った場合。一塁に触れて、すでに走者となったプレイヤーが、ベースラインから離れ、次の塁に進もうとする意思を明らかに放棄した場合。走者が、送球を故意に妨げた場合、または打球を処理しようとしている野手の妨げになった場合。ボールインプレーで走者が塁を離れている時に触玉、された場合。 飛球が正規に捉えられた後、奏者が起類するまでに、野手に体、またはその類に食玉された場合、打者が奏者となったために、親類の義務が生じた奏者が次の類に触れる前に、野手がその奏者、またはその類に食玉した場合、奏者がフェアボールに、フェア地域で触れた場合、無視、または一死で、奏者が得点しようとしたとき、打者が、 本類における守備側のプレーを妨げた場合、後くらいの走者がアウトとなっていない前くらいの走者に先んじた場合、走者が正規に類を占有した後に類を逆走した時に守備を混乱させる意図、あるいは試合をグローする意図が明らかであった場合、走者が一類をオーバーラン、またはオーバースライドした後、直ちに一類に起類しなかった場合、走者が 本類に走り込むか、または滑り込んだ際に、本類に触れないで、しかも本類に触れ直そうとしないときに、野手はボールを持って本類に触れて、審判員にアピールした場合。野球用語では、殺や死といった言葉はアウトを意味し、攻撃側プレイヤーをアウトにすることを、殺すや、刺すなどと表現することもある。例えば、一度のプレイで二つのアウトを取るダブルプレイは、閉殺。 三つのアウトを取るトリプルプレイは、見え札といい、フォースアウトのことは封札とも言う。保守が一塁走者の盗塁を阻止するために二塁に送球してアウトにすることは、二塁で刺したと表現することがある。アウトになった攻撃側プレイヤーの数は、アウトカウントといい、日本語では、ノーアウト、ワンアウト、ツーアウト、スリーアウトと数えるのが一般的であるが、 文章に書く際にはしばしば無視、一視、二視、三視と表す。また、野球記録における、プットアウトは視察、アシストは補い札という。英語が適正語であるとされた第二次世界大戦中は、それまでや引けと表現された。一つのイニングで、走者を出すことなく三人の打者で三つのアウトが、記録されて攻守が交代することを三者凡退という。ありがとうございます。